ここはね、感覚でいっちゃう。ああ、大丈夫。撮れ高どう？大丈夫っすか？編集でうまく、面白くしてくださいよ。面白いこと言えないから。視聴率悪いとさ、恥ずかしいじゃん。じゃあやっていきます。うん。こういうとこ撮んないでくださいよ。切ってください。よし。で、一応説明しておくと、このフォームは、マシンかかってますけど、100% マシンかけてるわけじゃなくて、最初の皮むきの段階だけを、マシンにかけてもらってると。だから、まあ、ハンドシェイプしやすいようにかかってる、してあるフォームです。じゃあ次、フラットっぽくしたいので、2ミリぐらいこっちをね、削ります。デッキ側を。一応今これで厚みが 6.5 まで落ちました。で、根茎部を6ミリぐらい取ろうかと思ってるんで、ちょっと 5.9 になりますね。で、最終的に 5.7 にしたいんですけど、2ミリちょっとマージンを取っときます。だいたいやってるうちにデッキ1ミリ、ボトム1ミリぐらいね、変わってきちゃったりするんで。はい、これでレールバンドが終わり。だいぶフィッシュっぽくなったでしょ。かっこいいでしょ。
あとテール削んないと、これ大変なんだよ。ここはね、感覚でいっちゃう。これね、小学生の時使ってた彫刻刀。あと角を取っていくって感じ。そう、フィッシュはね、ここ結構大変で、ここの削り方を見ると、あ、このシェーパーフィッシュ好きでよく研究してるなとか、あ、この人あんまりフィッシュ削ったことないのかなとか、すごいね、分かりやすい。自分も結構研究して、この辺の収め方研究したんですよ。うん、と、あ、ノーズね、あとノーズやんないと。おっと、電話。ガレージエストです。はい、どうも。大丈夫です。8時です。はい、よろしくお願いします。はい、うん、お客さんです。リペアのお客さんで引き取りに来たいっていう。ちょっと休憩しようかな。うん、シェイプのコツ。コツは、まあざっくり言うと、サーフボードをどこから見ても綺麗な R になるように仕上げるんですよ。どっから見ても、こっから見ても、ここから見て、どのラインも綺麗に、こうした時もラインが崩れてないように、全方向から綺麗な R が出るように。特にボトム、スムーズにね、こう水が流れるように、綺麗な R を描けるように削るのがコツです。まあ難しいんだけどね。まあまあ慣れっすよね、経験値なんだろうね。センターをね、入れて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 、25、30。